玄米緑茶は、焙煎した玄米を混合した緑茶である。韓国では、ヒョンミのクチャと呼ばれ、緑茶とヒョンミ茶の混合ということである。日本では、防火した玄米と混合した緑茶は、玄米茶と呼ばれる。韓国では、玄米緑茶は、醸成茶の一種である、スズメゼツ茶の茶葉と焙煎した玄米を混ぜることで、作られる。バラモティーバッグも共に普及している。なお、 玄米緑茶という名称自体は、株式会社韓国製茶のブランド名であり、他に株式会社アモーレパシフィックのブランド名である、雪緑茶もある。朝鮮王朝時代を通じて、茶文化が一度衰退し、現在、復興途上にある韓国では、緑茶の味に不慣れな人が多く、古くから親しまれている寸ン,ンの風味を想起させて、馴染みやすくするためにいった玄米を配合して、 開発された。玄米緑茶は 200g あたり6 1 0ロカロリーで炭水化物 141.6g、タンパク質 26g、脂肪 6.8g、ナトリウム 0.012g を含む。それらの成分は煮出した液体の中にほんのわずかしか現れないであろう。ありがとうございます。